い、今回のツーリストトロフィー FT2 1位争いかなり熱かったみたいですけどもね、ご覧ください。6位争いもヒリヒリにギンギンに熱かったんすよ。それでは今回もエレガントによろしくお願いします。Please tell me all the bad, not the good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop. はい、自分の紹介のところから始めるなんてね、えげつななんちゃって。はい、それではツーリストトロフィーインオーガスト FT2 決勝戦始まります。まずはサイティングラップですね。ご存知の通りバイアスシンドバッドさん、サイティングラップは早いですからね。いきますよ。はい、ご覧の通りサイティングラップはいつでもぶっちぎりで1位いきますね、シンドバットさん。でも皆さん気がついてます？タイムラッパー見てください。はい、スタート忘れてます。お見事。はい、サイティングラップの1周目最終コーナーぶっちぎりできたシンドバットさん、ほらねえ、ブラックバスよりは学習能力ありますからね。ちゃんとラップタイマー今回はスタートしました。はい、お粗末様でした。はい、実はシンドバットさんね、予選もそうだったんですけどもね、めちゃめちゃねネームがキドキドだったんですよ。でね、6位なんか取れちゃったもんだからね、なんか初の表彰台がねちらほらちらほらね頭に浮かんじゃって、もう本当にねドキドキでね、サイティングラップね2周して落ち着いたんですけども、もうここに着いたらまたね超なんか今回ドキドキしちゃってたんですよね。とりあえずレッド点灯から消灯までのタイミングは NT2 のレースで確認した結果、だいたいインマーチの時と変わらないということは確認取れてます。それでなんかレッドの点灯遅せえな、スタート遅せえなと思ったら、はい、後ろの方で何かやってたみたいで、はい、後から聞いた話だとグリッド位置間違えたらしいです。じゃんじゃん。で、そろそろレッド点灯なんでよく見ててください。僕ねそんなに悪いスタートじゃなかったと思うんですけどもね、結局1コーナー進入までにね3台に抜かれるんですよ。ね、3台に抜かれちゃうんですよ。でもやっぱりよく見たらクラッチミートのタイミングはいいけど、回転が低すぎて急旋じゃ1回落ち込んで上がるみたいな感じだから、1万1000ぐらいで当てないとダメですね。で、一応とりあえずここで1台抜きます。それで全然僕後ろなんかもう気にしてなかったんですよね、もう前しか。でもねこれ動画見てみたら結構後ろがね来ててね危なかったんですよ。なので前はねそのうち追いつくんで、なんちゃって。ちょっとバックカメラの映像に変えますね。この最終コーナーの入り全然ライン間違ってますよね。もうね大城さんにね予選終わって決勝までの間にね、マシンは熱くなってもねライダーは熱くなっちゃダメですからねって言われたのに、もう完全に忘れて、
バイアスシンドバッドさんもムッシュムラムラ熱々シンドバッドになっちゃってますね。ほーら危ない危ない。はい、ご覧の通り一応裏の左で後方確認してちょっとやばいかなと思ったんでライン外してます。スリップ使われないようにね。ちょっとはクレバーなシンドバッドさんでした。へへーんだ。はい、やっぱり MC5152 番小堀さん早いっすね。くっついてきて1コーナーね。でも何だったんでしょうね今のね。22番さんのお尻に52番小堀さんもなんかくっつくようにして2人でフラフラーってアウトに行っちゃってましたね。でもこれでマージン稼げたようなので、はい、フロントカメラに切り替えます。はいはいはい、すぐ目の前には菊ちゃんがおられまするよ。さあ6位争いの大バトルのプロローグですかね。いきますよ。それで僕二平は別に得意な方だと思ってたんですけども、このキクちゃんとのこの後のバトルとかでも見てると、やっぱ僕って二平はダメですね、下手くそですね。キクちゃんはねすごいね、二平はやっぱりねクリップ奥でねすごい開けるのも早いから裏直伸びるんですよ。でやっぱ僕練習の時とか一人でこうやってバトルとかない対比するものがないから、動画で見てでもだからなんともないけど、このキクちゃんとバトルやる中で見てるとやっぱダメですね。これ二部屋も徹底的に今から練習するつもりです。まあ逆に一部屋はまあまあになってきたから、キクちゃんにも置いていかれずになんとかこうやってくっついてますね。第2セクターの中もクリップの位置が全然違いますもんね。詰めたのにまたこうやって離されちゃうんですよ。でもね、へへーん、逆に僕は最終コーナー大得意ですからね、見ててください。ほーらほらほら、行きますよ行きますよ、へー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 、ほーら6位争いの熱いバトルの始まりっしょ。一部屋のツッコミも甘いんだな僕な、悔しい。ほらほらほら、来た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 、負けねえぞほら。はい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 、カモンキクちゃん、へへへへ。あ、本当に来やがった。ほら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 、イン取っちゃうよ、へへへへへ。2回目最終コーナー2回目いただき、イエー。1コーナーのキクちゃんの減速全然わかんないんだよな、何だったんだろうな、ギア抜けかな、後で聞いてみよう。もうね、ここもこの辺りからね、ほんとね胸ドッキンドッキンなんですよ。初の表彰台がなんかねチラ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 頭に浮かんでね、
もうね、ほんとね、早く終わってくれって感じでしたよ。うわ、しつこいぞ、キクちゃん。ブリーフィングで、グリーンのところ出たらペナルティだからねって言われたんですけども、まあ競い合ってたら仕方ないっていうことをおっしゃってたんで、まあ並列してたわけじゃないけども、まあとにかくセーフでした。ラッキー。さあ来るんでしょ、来るんでしょ、ほら来る来る、来た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 、ほらほらほら、カモンカモンカモン、ほら、あー悔しい、体重あと5キロ落とすぞ、ほら。はい、カメラには映ってないですけども、視界には入ってます、右側。ほら来た来た、イン来たね、もう一回まくっちゃえ、ほら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 、3回目の最終コーナーでいただき。でもね、僕ここでね、メインスタンド前でね、キクちゃんの目の前でね、左手でね、ガッツポーズ思いっきり振り回してんですよ。これで多分ね、キクちゃんにね、余計火つけちゃったんですよね。で、ここで視聴者の皆さん、ちょっとだけ気にしてほしいんですけどもね、はい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 、キクちゃんの後ろに誰か来てますよね。ストレンジャーインサーキットって感じですかね。ちなみに僕今6位です。キクちゃんが7位です。つまり本当にギンギンに熱い6位入賞争いのバトル真っ最中です。ほら来た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 って、ほら後ろも来てるぞ。ここで憎いことやるんだよ、キクちゃんが。ほらほら、イン締めてきたんだよ、くそー。でここで2人とも減速しちゃってるんですよ。で右側からニューカマーがズドー来ましたね。ほらやられた。まさにこれが極のリってやつっすか。クピュー。てか MC51 中村くん、まだ後ろにいたのかよって感じなんだよな。ここで今お分かりの通り、僕ね、2台にね、加速で負けないようにね、3速に落としたんですけどもね、ダメでしたよ。でも見ました？今の僕の2部屋への侵入ライン。僕もね、このね、動画見てね、気がついたんですけど、この中村くんに、キクちゃんと共に、ともども抜かれた後、もう僕メラメラですから、もう熱くなっちゃって、でも体力もついてこないって感じだったのかな。とにかく、ダメです。めっちゃまた僕熱くなります、これで。だから全然逆にタイムどんどん落としていきます。なんて1コーナーの進入ラインだよ。ブロックラインでも取ろうとしたのかよって話ですよね。全く情けない。ほーら、いつものめちゃめちゃ悪い時の一夜ですよね。ダンロップの進入も膨らんじゃったから、アジアがまともにね、曲がれてないですよね。
和尚さんに聞いた例のやつやってないですね。でなおかつ本当裏の左から2部屋に侵入するラインももう全然手だらめですよね。ある意味さすが俺情けな。はい、そしてチェッカーです。いやー反省点いっぱいありますね、うん、でもほんと楽しかったキクちゃんとのバトルなあ。でもなあの最後まで3体でバトルしたかったな。熱くなりすぎました。でもこう本当にバトルって楽しいな。だからもっと上手くなってもっと前の方でどんどんギンギンにバトルしたいなって気持ちに本当なりました。ということでツーリストトロフィー in オーガストバイアスシンドバッドのリザルトは予選6位、決勝6位入賞、バトルの末に8位そんな感じでした。はい、それではそろそろバイアスシンドバッドのツーリストトロフィー in オーガスト FT2 決勝レースの模様ここら辺で終わらせていただきます。今後もお嬢さんに教わったマシンの向きの変え方とかいろいろいっぱい練習してどん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 上手くなってどん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 熱いバトルを展開したいと思います。皆様よろしく、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。またこの動画最後までエレガントにご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あざした。早くここ左に曲がりたい。